よよ。はい。ヌー。この主人公よくお酒飲んでますよね。先輩は大人になったらお酒飲んでみたいですか？そうなんですね。でも気をつけてくださいね。飲みすぎは体に悪いって聞きますし。お酒って大人なイメージはありますよね。騒がしいのは苦手ですけど、グラスのお酒はちょっと憧れます。そういえばバーのシーンでも。特典映像まで見てたら遅くなっちゃいましたね。じゃあそろそろ上がります。おやすみなさい。この間本の虫で見つけたイラスト集です。短編小説付きの。思い切って3部作全部買いました。最高でした。お小遣い飛びましたけど、よかったらこれ読んでください。このイラスト集の作者の短編集です。それを読むたびに少しでも私のこと思ってくれるかもって考えるだけで。いえ、そんな。私、暗記するほど読みましたから。待ってください。さっき、お母さんから電話あって、仕事が忙しいから遅くなるって。この辺で最近痴漢が出たって聞きました。一人じゃ心細いです。お願いします。あと1時間だけ。これ以上言わせないでください。30分でもいいんです。お願いします。先輩と一緒にいたいんです。もっと本音を言いますと、あの寮に戻ってほしくないです。だってあそこには生徒会長とか魅力的な女性がいて、戻らないわけにいかないのはもちろん分かってます。でもせめてもう少しだけ一緒にいてくれませんか。一緒にいて、先輩の一番は私だって証が、安心が欲しいんです。我は汝、汝は我。
汝、ついに真実の絆を得たり、ここに正義の力はその才能を開かれたり、今こそ我ら汝に与え正義の究極なる力、汝がうちに満たされんことを。今日見る試合はジャンプのキャリアの中でも最高の、これより予選第1回戦を行います。赤コーナー、月光館学園、真田昭彦くん。これは俺が初めて公式戦に出た時の映像だ。当時の顧問が撮ってくれてな。すまん、中身を取り違えたようだ。すぐ取り替えるから待ってくれ。大して面白くもないぞ。まあいい機会だ。俺も久しぶりに見てみるか。緊張で動きが硬い。フォームがバラバラだな。まったくよく勝てたもんだ。この時に比べれば少しは成長したか。ここで俺の左ストレートが入って。この顔、平成を装ってるが飛び上がるほど嬉しかった。素手の格闘技なら何でもと言ったが、ボクシングを続けるのはこの経験のせいかもな。俺はこの勝利で自信をつけ、後の試合でも硬くなることはなくなった。お前はああいう舞台で緊張したりする方か？さすがだな。リーダーとして頼もしい限りだ。もしお前もリングに上がってみたいというなら歓迎するぞ。ボクシングからはいろいろ学んだが、勝つための鉄則がある。機を見極め、迷いなく打つ。簡単なようで難しいことだ。シャドウとの戦いでも同じだな。いつも心がけてはいたが、さらに意識してやってみよう。まさかあんな姿をお前に見られるとは。だが初心を思い出した気がする。付き合わせて悪かったな。チャンプの試合はまた今度だ。続いて予選第2回戦です。赤コーナー、まだ月光館学園、真田昭彦くん。ついでにもう少し見てから寝るか。そないなとこだってなんやええもんでも見えますか。月が満ちてきました。あと3日もすればまん丸になります。そのようですね。私はこの能力をなくして無意に生き続けるつもりはありません。力と共に生きるか、力と共にその時を迎えるか、
よう分かっとります。高江にとって、わしらにとって、この力がどない大事なもんかちゅうんは、わしかて、なくしとうありません。それに、ジン。それに、影時間がなくなってしまったら、何もかも忘れてしまうかもしれませんやろ。あんたや千鳥、三人でやってきたことも、施設におった頃のことも、全部、それだけは。死んでもごめんや。クソみたいなあの施設のことは、何も覚えとられんでもええ。制御もできん力を押し付けられて、見知った顔も、どんどんおらんようになって。せやけどたった一つ、忘れたらあかんことがあるんです。あの生き地獄の中で聞いた、あんたの言葉だけは、高谷の言葉に、わしは、生き方を教えてもろた。高谷の言葉が、わしの命に意味をくれたんや。その言葉を忘れてしもたら、生きとる意味なんざありません。あんたに比べたら、しょっぱい理由かもしれません。たかが、言葉の一つや。そんでも、わしにとっては、たかがやない。勝たなあかんのは、わしも同じです。そうですか。では、共に確かめるとしましょう。彼らと我々と、どちらの運命が選ばれるのかを。はい。話が完成したから届けに来たんだ。最後ずっと悩んでたけど、やっと書けた。友達の小鳥を食べてしまったワニは泣いて泣いて泣き続けるんだ。悔やんで寂しくて、やがて自分の流した涙に溺れて息を引き取る。涙は湖になり、その周りには美しい花や美味しい実をつける木が生えるんだ。森中の動物たちがそこで憩うようになる。けれど誰もその湖がワニの涙だとは知らない。ワニがいなくなったことさえ知らないんだ。おしまい。僕はこういう最後にした。ワニが生きたい意味ってワニにはないんだよ。だけど動物たちにはワニが生きた意味がある。それを誰も知らなくてもね。僕が生きた意味っていうのは僕が考えることじゃない。誰かにとって何かの意味があるかってことだ。つまり僕は、僕も君も誰もが生まれたってことが生きた意味なんだ。人はみんな寄り添って与え合うから、一人で生きられる人間なんていないから。うまく言えないけど、分かってくれるかい？よかった。これ、物語を綴ったノートだよ。僕のすべてだ。僕の人生の最後を分かち合ってくれた君に何かを贈りたいと思ったんだ。ああ、体が軽い。僕と君が出会ったこと、こんな小さなことも僕の生きた意味で、
君の生きた意味じゃないかな。ありがとう。僕は生まれてよかった。我は汝、汝は我。汝、ついに真実の絆を得たり。ここに太陽の力はその才能を開かれたり。今こそ我ら汝に与え太陽の究極なる力、汝がうちに満たされんことを。君か、おかえり。90度くらい。お湯を注ぐペースとか角度も大事なんですよ。じゃあ入れてみます。ゆっくり静かにのの字を書くように。ここで上手にやるとすごく香りが立つんですよね。店の味とは言いませんけど、だいぶ上達した気がします。コーヒーって奥が深いですね。こだわる人が多いのも分かります。今更なんですけど、先輩はどういう時にコーヒーを飲みたくなりますか？なるほど。っていうかコーヒーの香りって不思議ですよね。飲むと目が覚めるイメージなのに、あの香りはリラックスできる気がして。母さんが生きてた頃、朝よくこの香りがしてました。母さん、忙しい朝でもちゃんと入れてたんですね。匂いって記憶と結びつきやすいってこの前テレビで見たんです。僕は母さんのこと思い出したけど、先輩もいつかここで僕とコーヒー飲んだことを思い出してくれたりするんでしょうか。じゃあ時間があるうちに練習してまたご馳走します。せっかく思い出してくれた時に、ただ苦いだけの思い出じゃ悲しいですから。なんだか久しぶりに何かに打ち込めてる気がします。集中力もついた気がするし、もしかしたらコツコツ練習したおかげかな。ありがとうございます先輩。おかげでコーヒーの味ちょっとだけ分かってきました。それに母さんが好きだったなら僕だってきっと。あ、おかわりまだありますからね。よかったらどうぞ。
やったんで、また声かけてください。今度は今日よりももっと美味しく入れてみせます。おはよう。なんだよ毎度タイミング悪い時に会うよな。前に話したこと覚えてたのか。抜け目ねえなお前。さっき病院行ってきたんだ。こないだの検査の結果が出たって言うから。なあ俺冗談じゃねえ。なんで立てねえ。お前悪い。ざまあねえだろ。ちょっと紐結ぼうってかがんだだけで、他のやつに見つかって騒ぎになって、部活のやつに知れてたらって思うと、お前が通りかかってくれて正直助かったよ。ありがとな。俺自主練してくるよ。部活終わっても俺は練習しねえと。来年の選考会まで時間がねえからな。帰るんだろ。じゃあな、次は一緒に練習しようぜ。いよいよ明日で最後の作戦ですね。まあね、けどたった半年ちょいでいろいろあったよね。あなたはどう？そうだよね、俺的には暇してるよりかは全然良かったけどな。いろんな人にも会えたしさ。そうですね、無駄なことは一つもなかったさ。力を得て2年半、悪くない時間だった。真田さん、コロちゃんにも会えたしね。それにしても真田先輩、2年半って長いですよね。あ、アイニスはもっと長いか。私はほとんど寝ていたので実稼働は極めて短いであります。霧城先輩はいつからやってんですか？確か真田さんよりもっと前からって。ん？私か。最初は私一人だった。もっともその頃はまだ作戦もなく、ここもただの学生寮だったかな。
先輩も理事長から誘われて？いや、違う。私は幼い頃から影時間への適性があったんだ。以前、父の指揮するタルタロス調査の一団がシャドウに襲われたことがあってな。傍らで見ていた私に、その時ペルソナが覚醒したんだ。そんなことが。私は安定制御下でペルソナを覚醒できた最初の例だったらしい。あの日、私に覚醒が起こらなければ、今日のみんなの苦労はなかったのかもな。先輩。どの道誰かがやっただろう。敵を放ってはおけないんだからな。そうだな。明日は最後の召集をかけることになる。今日はよく休んでおいてくれ。そう。